こんにちは、ウキウキルンルンです。今日はシシトを使って簡単ですぐできる一品をご紹介します。それでは作っていきましょう。きれいに洗ってくださいね。で、洗ったらこちらのヘタを取って真ん中に包丁で切れ目を入れていきます。この部分をね、こうやって取ります。後で漬け汁に浸すんですけど、味が染みやすいよね。ここで真ん中にね、こうやって切れ目を入れます。これで切れ目を入れとくとね、炒めてる時に破裂もしないんですよ。で、ちょっとね、面倒でもね、こうやって入れとくといいですよ。今度は漬け汁を作っていきます。お醤油大さじ2杯、みりんを大さじ1杯、お砂糖小さじ1杯。でこちらをね、よく混ぜておいてください。では中火です。ごま油をね、大さじ1杯ほど入れます。で、なじませます。ししとう入れます。冷めても美味しいので、次の日の晩ご飯でもね、全然いいですよ。もうこれぐらいしっかり、ね、焼き目がついたら火を止めます。で、いい焦げ目がついてますよね。これぐらいしっかり焼いてください。そしたらね、熱いうちに漬け汁に入れてください。結構なじませてくださいね。これね、簡単なのでね、すごい美味しいんですよ、ね、ぜひ作ってみてくださいね。で、いりごまを大さじ1杯かけます。完成です。よかったら作ってみてくださいね。